っぱり水穴は最高だね。そろそろこれに気づいてもらえないとやめられないか積極的にまあ加担してみたんだけど、どう、こんな感じでいい？いいんじゃない？こんな感じでいい？うん、伝わってるよ。まあ最高っていうのは本当ですから。変なとこで止まっちゃった。本当なんです。本当じゃなさそうな言い方になっちゃったじゃん。本当なんです。他の曜日もね、素晴らしいです。全部最高。最高。じゃあそろそろミーティング始めよっか。ピクシスの夜空の下でミーティング。あれれれ、皆さんこんばんは、ピクシスの豊田萌です。皆さんこんばんは、ピクシスの伊藤美久です。この番組は私たちピクシスが月曜から木曜までの4日間ビルの屋上という夜空の下で2人きりの秘密の会議を届けしています。全然合わなかったね。違うの、ほら今離れて収録してるからさ、いつもさこう杖になってさ顔を見てさ、うん、こうやってリズム取ってたじゃん、うん、今さこう撮ってるモニターの画面をさ、そう見ながらこう維持時差あんのよ。そうね、そう難しいね、これは難しいのよ。はい、はい、ということでこの番組は毎日違った内容でお届けしていくのですが、水曜日はこちら、まったりする日です。毎週水曜日はリスナーの皆さんから届いたメールを時間の許す限り紹介していきます。はい、いいね。じゃあ読んでいきますね。はい、ピクミンネーム、夏季厳禁さんからです。あと、ミクモイシピクシースピクシース、お笑い大好きなお二人ですが、先日放送の笑いの祭典ザ・ドリームマッチはご覧になられましたでしょうか。見た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 。お笑い芸人さんがお互いの相方を交換し、一夜限りのコンビを結成する企画の番組で、各組とも普段と違うテイストのネタが見られて面白かったです、うん、お二人はもしお互い以外で声優さん、アイドル、歌手の方とユニットを組むなら誰と組みたいですか。なるほど。私は、次は私の出番だ。みんな醤油の魔人。醤油の魔人だ。出番だ。みんな醤油の魔人と塩の魔人大好きなんだけど。塩の魔人だ。ね、見ましたよ。見ましたよ。え、全部面白かった。全部、もう、のぶと秋山のはやっぱ最高だった。ずるいね。つか、秋山さんはずるい。秋山さん本当に面白い。ねえ。のぶさんもめっちゃ面白い。え、でも私、大吾と澤部さん大好きだったよ。お、いいとこ取りの感じがね。そうそう、いや、結構つぼ。最初から面白かったよね。そうそう、最初から面白かったよ。はい。みんな。お互い以外で、ユニット組むとしたら、誰とドリームマッチしたいですかっていう。でも私は聖夜かな。芸人さん。私はもう聖夜かな。だとしたら私絶対ノブさんがいい。いやー、でもノブさんもいいな。突っ込んでほしいもん。いや、ノブもいい。なんでじゃあ、ボケたい。ボケたい。ボケて突っ込まれたい。ボケて突っ込まれたいね。突っ込まれたい。え、萌さんは突っ込みたいってこと、うん、それとも2人で楽しくない？でもどっちもボケられるじゃん。霜降りって。そうだね。どっちもね、ソロでもやってるからね。そう。だから突っ込みつつ、ボケたいのよ。あ、どっちもいい。できるから。だから、せいやかな。いいなぁ。いや、どっちもいいね。芸人界で考えるって。はい。いいですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ続いて。ピクミンネームアガさんからです。みんこもしこんばんは。こんばんは。今巷で話題のオンライン飲み会というのを友人同士でやってみました。それぞれの自宅が映りながら喋ったり、時間を気にせず眠くなるまで飲めるので、これはこれで楽しいなと感じました、うんうん、いい気分転換にもなりますね。お二人はオンライン飲み会されましたか。だってしましたか。オンラインぶつもりはしてるよね。まあオンラインの森で、ね、そのさ飲み会はえ、その、あれでしょ、でも顔が見える、うん、その、テレビ電話みたいな、あ、何するってことでしょ。したしたした。したした。地元の子たちとみんなで。みんなでやった？そう、みんなでやった。あれって盛り上がるんですか？盛り上がる盛り上がる。普通に喋ってるのと同じ。画面がこう、4画面とかに。でも確かに、ラジオとかもね、すごい盛り上がるしね。そうか。普通に会って話すのと変わらないって言っちゃうとあれだけど。うんうん。もう普通に、自然に。あ、食べ物とか、ああ、そっかそっか、食べながらとか、好きな飲み物自分でこう飲みながら。トイレ行くタイミングとか気使わない。あ、それは、そうなのか。あ、トイレてくる。ああ、いいね、いいね。確かに、家だしね。まあ、画面オンオフもできるし。うんうん。今の話から聞いて分かった通り、してません。そうですね。うん、聞いてもらった通り、してませんが、興味はとてもありますし。家族とね。ああ、家族とね。そう。私、やりたいっていう連絡は、
あの、こういうね、業界の友達とかと撮ってたりはする。うんうん、しようよ。したい。それがまだ叶ってない。行動力やね。行動力。行動力。が大事ですね。必要なものは行動力ですね。そうですね。はい。まだいけますか？まだいける？まだいきましょうか。これか。あれ？これか。これね。うん、ピクミンネーム、生焼けの焼き鳥さんからです。みくもち、こんばんは。こんばんは。初投稿です。ありがとう。つい先日の出来事なのですが、自分は特にやることもなかったので、部屋の掃除をしていました。うん、散らかった部屋の様々なところを掘り返していたときに、もうかれこれ7、8年前に自分が10歳の誕生日のときに母からもらった手紙を見つけました。懐かしいなぁと思いつつも読み返し、少しうるっと来てしまったりもしました。うんうん、そこでお二方に質問なのですが、お二方は家族、友人もしくはお互いからもらった大切な手紙などはあったりしますか？よければその時のエピソードなどを聞かせてください。あるー。お手紙はね、お手紙とやりますよね。特にちっちゃい時とか、小学生、中学生はやりますよね。それこそ私、実家にさ、でも小学校の時の友達と授業中にやり取りした手紙とかも残ってんのよ。ボックスあるんだもんね、だって。そう、ボックスあって、懐かしの手紙が全部入ってる。へー。私も多分取ってあるけど、うん、読み返してないな。でさ、何がすごいってさ、その小学校の時に友達とやりとりしたことの会話が全部動物の森なのよ。時代は回ってる。ずっと同じ。今と変わらない。その手紙のやりとりしてること、今も毎日動物の森の通信してるのよ。すごくない？小1ぐらい、ってか、それこそ DS の動物の森が小学生だったから。あ、そうだね。で、お互いずっとやってて、授業中にその、交換してたの。そのいろいろ。その、こうやってこうやると、この魚が現れるよとか。情報交換をしてたんだ。情報交換をずっとこう手紙でこうやり取りしてさ、回してるじゃん。うん、うんうん。っていうそのやり取りが全部残ってて、で、そのことなお今もやってるってすごくない？すごい。そう、って思って。回ってるね、時代が。回ってると思って。つか変わってない。やってること変わってない。やってること変わってないね。って思った。あります。手紙は、うん、でも私もその、中学生ぐらいの時に、うん、やっぱ授業中にちょっと回したりとかみたいなのが流行ってたじゃないですか。あの折り方ね。そうそう、なんか ね、ちっちゃいくんね、封筒みたいにするやつが回ってくるじゃないですか。うん、で、なんかそれに、絵しりとり、うん、あー、はいはいはい。みたいなのをやってたやつが出てきたけど、うん、あまりにも自分の絵が下手すぎて、すぐ分かって、これが自分だな。そうそう。これ結構あの、だから、クラス全員でやってるぐらいで回ってきてるから絶対わかんないだろうって思ったのに、うん、絶対私が描いた馬だっていうの。ちゃんと馬って伝わってた。次の人、馬から始まるの書いてた。伝わってた、伝わってた。伝わってた、そう。っていう懐かしいのありますね。ノスタルジックになりますね。はい。はい、今日は以上になります。引き続き私たちへの質問、番組の感想などどんなことでもいいので送ってね。ピクシスの夜空の下でミーティング、お送りしてきましたピクシスの夜空の下でミーティング、そろそろエンディングの時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、そして各コーナー宛てのお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net pixis_rf@joqr.net ピクシスの綴りは pyxis です。はい、ということで第231回目の放送いかがでしたでしょうか。で、私小学校の頃のお便りでさ、友達にあげたお便りにさ、このお便りを読むとお腹の中にひまわりの種が咲きますみたいな、よくわかんないって言われました。よくわかんないチェーンメールみたいな。そうそう、よくわかんないチェーンメールを回してた。ハム太郎、ハム太郎大好きだったから、大好きだったから、ずっと好きなんだよね。そう、ずっと好きだ。それでは今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスの豊田萌とピクシスの伊藤美久でした。また明日この屋上で会おうね。バイバーイ。